までの工事聖望は、江戸時代後期の苦行。県大納言。までの工事剣望の子。官位は、十三味。県大納言。までの工事家二十四代当主。京都で誕生。はじめ、言ぶ希望と名乗った。文政三年助舎。弁官、蔵人頭を歴任し、天保九年三義、天保十二年十三位に昇進し、また、 海英元年県中ナゴンとなる。海英六年偽装となって、以後、懲罰関係の調停に奔走することとなり、安政二年はアメリカ、イギリス、ロシアとのは新条約の、東本を受理する。安政四年県大ナゴンとなり、翌年には、交部合体を唱え、また、条約直虚問題や将軍軽視問題において、懲罰間の調停に努めた。さらに武家転送となり、 水戸藩への密直効果にも関与するが、九条久忠の独断選考に関与したとして、県大名号を辞職する。同年、二条、成行、この江戸田房、広橋三成と共に、江戸に降り、江戸幕府十四代将軍となった徳川家持に将軍宣言を行った。安政六年、安政の大国で、処分の対象となるも、あらかじめ武家転送を辞職したために、 近親30日に減刑された。同年、公居した。去年58。日記に、聖望狂気がある。ありがとうございます。